救いましょう。ルートです。皆さんのお力をお借りした後を追えばいます。これおすすめですっていうのください。はい、始まりました。もてつチャンネル。さあ、今回はですね、一大プロジェクトの発表でございます。まあもうね、タイトルになってるので、わかると思うんですが、はい、ルート作ります。いやー、コメント欄でね、いっぱい来てたんですよ。なので、やります。まあ、英語のルートっていうのはもう武田塾で出てると思うんですけど、トイック版が欲しいです。英検版欲しいです。っていう意見が多かったので、作りましょう。ルートです。ルートわかんない人ですね、言っとくとですね、平方根のことではありません。数学のルートではございません。根っこのことでもございません。そうではなくて、まあ道のルートですね。英語で言うと route っていう人もいるんですけど、それを作っていきたいと思いますので、皆さんのお力をお借りした後を追えばいます。はい、そういう形で作っていきたいと思います。で、まあ、武田塾のね、ルート見てくれている方は知ってると思うんですけど、ルートっていうのはですね、こう積み重ね式でどういう風にですね、やっていくのかっていうのを示したものなんですよ。例えば単語ね、シスタンやって、で、文法書だったら、ひじい先生のね、0から A 文法っていうのがあるわけですね。で、そこ0から A 文法やったら、ネクステとかに進むと。で、ネクステ進んで、次は解釈があって、で、まあ、英熟語があって、で、解釈終わって読解に入る。読解入って日大レベル到達だ。さあ、そして次のレベルみたいな形でどん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 積み上げ式で進んでいくわけなんですね。それのトイック版、英検版、そしてトフルもIELTSもやります。そうなんです。それを作りたいと思います。これ公式に作ります。武田塾が英語のルート、数学のルート、国語のルートっていうのを作ってあるのと同じようにちゃんと作ります。でもわかんない、武田塾に採用されるかもしれないのかな。だからいわゆる武田塾イングリッシュではもうそれで僕が作ったので行きますんで、なので本当に公式に作ろうと思いますね。で、まずお願いをしておいて、その後どういう感じで作っていくかを説明しますね。まずお願いしたいのはですね、僕、忖度しません、一切。知ってる著者だからとか、ひいきにしてる出版社だからとかはしません。だから、嫌いな出版社もありますが、嫌いな出版社のものでも入れます、ちゃんとルートに。私、揉めたとこありますね、いくつか。でも、入れると思います、普通に。嫌いとか好きとか一切ありません。ただ、ここが大事です。ただ、英検ルートは結構簡単にできます。なぜ？少ないからですね。参考書が。トフル、IELTS、簡単にできると思います。少ないからですね。トイック、むちゃくちゃあります。参考書。超多いので、かなり大変だと思います。作るの。ほんと書店行って、めっちゃ見ます。めっちゃ読みます。そこでなんですよ。これ、おすすめですっていうのをください。あ、別にトイックだけじゃなくていいですよ。もうトイック、トフル、IELTS、英検。これが良かったですよ。これおすすめですよっていうのを書いていただければ、行きます。見に。読みます。買います。なんで、それをお願いいたします。で、出版社の方、送っていただいて結構です。ウェルカムです。来なさい。来なさいじゃないですね。送っていただければ、はい、私読みます。ただ、さっきも言ったように、忖度はしません。忖度はしないけど、目に触れるチャンスはありますね。そう、だから僕は書店に行って、もし目に触れなかったらその参考書、ルートに入らないので、なんたって数がめちゃくちゃいっぱいあるので、お願いいたします。多分、ルートを作るってやるってことは、林塾長出してくれると思うんで、すいません。お願いいたします。で、伊関さんは英会話のルートですね。を作っていきます。参考書で。もう伊関さんは、その英会話であってもちゃんとね、読み書きできるようにならなきゃいけないって思ってる方なんで、その信念に基づいて作っていくと思いますんで、まあ、こちらも、もう英会話だったらこれが絶対いいですよっていう人ね、あったらもうバンバンコメント欄にお書きください。調べます。そして、私たちだから、伊関さんと僕ですね、試験受けてきます、バンバン。もうその、皆さんが言ってくれた対策本やって、実際試験受けて、どうだったのかっていうのをね、見ていきたいと思ってるので、まあ、例えば、トイックの場合はもう試験自体は頭に入ってるんで、見てどうかっていうのでやっていくんですけど、もうぜひ来てください。多少はね、やっぱ基礎的なものとして自分の参考書入ることはあると思います。普通にもうこの後金フレとか。で、今んところ別にトイックのこの単語帳以外いっぱい僕出してますけど、それを入れるとかいう気も特にないんで、英検だったらまあ確かにこのワークブックはかなりよくできてるので、まあ、うまく点が取れるように出してるんで、これもいいなと思うんですけど、だからといって他の英検本を採用しないとかってそういうことにはなりません。で、一番厄介なのはね、過去問どれを採用するかなんですよ。関先生のものを採用するとか、竹岡先生のとか、まあ教学者とかね、サムネ用に基本的に僕がまず選びます。
選んで絞っていって、その絞ったものを伊関さんに見てもらって、でこれがいいですねとか、これは合わないですねとかっていう風に決めていこうと思います。で試験、僕らだから実際それでやって、試験受けてみて、もうエールズとかトフルも受けてやると。もうだってもう武田塾英語科試験塾長出してくれるってことなんで、すごくないですか。僕ら英語の試験全部受けたの負担してくれるっつってたから、すごいね。塾長太っ腹、ありがとうございます。ということで僕のトイックも全部これから無料で受けられるし、やったー。英検も受けますよ、バンバン英検も受けられるし、やった。まあただ点取りに行くんじゃなくて分析のために行くので、多分こういう答え方してどうかなとかっていうのをいろいろと分析していきたいと思いますね、これから。イエーイ。さて、じゃあどういう風に作るのかなんですけど、まあ英検は簡単ですね。まずは9じゃないですか。当然9で分かれますよね。まああんまり5級4級っていうのは需要がないと思うので、まあ3順に2順11ですよね。それをまず作ると思います。でその中で当然単語っていうのがあって、いや単語もだからパスタンとは限らないですね。他にも単語帳出てますから、その単語帳だっていいわけですよ。で単語があって、でそのまあ積み上げ式っていうほどでもないじゃないですか。これをやる、この部分はこれをやるっていう風になると思うので、まあ、そこまで英検は困らないと思います。その問題はトイックなんですよ。トイックどう積み上げていくのかですね。まあ、もちろん単語があるじゃないですか。単語ここまで行きました。で文法も下から上も、ね、すげーいっぱいあるんですよ。トイックってめちゃめちゃいっぱいある。だからまず基礎があって、で単元別のものとかがあって、でさらにたくさんの演習とかがあって、で読解もそうですよね。パート7っていうのがあって、パート7も積み上げ式でやっていく。でただパート7だったらこれがいいですよとかっていうのはあると思うんで、その中に総合対策を入れるのかとかもね、受験とは切り口が違うんで、全体を勉強できるものを入れるかどうかっていうのもあるし、パートごとで切り分けた方がいいのか、パートごとに切り分けた場合に簡単なものから難しいものにやっていくのかとかですね、その辺のこともいろいろ調べたいと思います。その後でまあもう当然公式問題集っていうのがあるじゃないですか。そしてさらには模試もいろいろと出てますよね。で結構レベルが違ったりとか、公式のものでもね切り口が違ったりとか、いろいろと分かれているので、その辺のことをきちんと研究します。トイックに関しては積み上げをまず考えなきゃいけないんで、これが大変です。トイックなんで構文とかは入らないと思うんで、参考書はそうじゃなくて単語文法で出題形式別とかってなっていくと思うんですよね。でその時にリスニングもパートごとにやった方がいいのかっていうのがいろいろと分かれていくんで、まあもちろんね、だから特急シリーズとかってね出てって使いやすいし安いんですけど、特急シリーズだけでもめちゃくちゃいっぱいあるわけですよ、種類が。めちゃめちゃ大変。まあ、特急シリーズに関しては多分ね、出版社に言えば全部送ってくれると思うんで、それを中心にってやることもできますけど、忖度したくないので、いろんな人のいろんな参考書いただければちゃんと見ますんで、ぜひとも皆様のね、力を借りたいと思っています。そしたらできるわけです。まあだから今受験生も見てる人多いと思うんで、英検利用したいって人はこのルートに従ってやればっていうので英検に役立つと思いますし、受験生をこうね卒業して大学生として今見てる方もいらっしゃると思うし、社会人の方も見てますから、その人たちもあトイック受けたいって思ったらこのルートに従っていこう、まずどうやってっていうか分かんない、まあ、トイックなんて本当に参考書ありすぎですから、こんなにある中でどれがいいのか全然分かんないっていう時にルートがあったら分かりやすいじゃないですか。そのルートを作っていきたいと思いますね。まあ、多分 IELTS とか TOEFL は少ないし、専門家の人たち知り合いにいるんですぐに作れると思うんですよ。TOEIC は知り合いが多すぎるし逆にね。でその人たちがみんな参考書を、他の人が書いた参考書を見てるからさ、そうはいかないので、そんな時間ないし多すぎて。だからここがこの夏の私の課題です。TOEIC の参考書めっちゃ読まなきゃいけないっていう、この夏ルート決めに大変な時間を費やすと思いますので、ぜひご意見ください。本当にコメント欄でこういうルートがいいっすよとかですね、こうやってやった方がいいですよっていうのをぜひともお聞かせいただければいいんじゃないかなと思います。まあ本当にね皆さんの意見でね変わっていくと思いますので、まあ武田塾のやつだってね、関先生のルートを作りましょうみたいに僕こうやって言いましたけど、動画でちゃんとポラリスルートっていうのがねできたりしてますしね、まあ、もちろん全部が関先生の参考書になったわけじゃないですけど、ポラリスルートっていうのが武田塾には導入されましたし、やっぱルートもね日々進化していきますから、ということで頑張ります。超大変だと思ってますよ、はい、超大変だと思いますがやりますので、ぜひ皆さんの力を貸してください。一緒に作り上げていきましょう。大変だけど頑張ります。まあ、前代未聞の大変さになるかもしれませんが、やってみたいと思います。はい、なんでぜひとも応援してください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。